おはよう、はいこれ今日のご飯手出して手錠外すからうんいい子それ食べたらこれに着替えてね今から散歩に行くからついでに買い物もするから荷物運びよろしくね着替えたうんバッチリ。 散歩中は首をつけるけど我慢してねよしそれじゃあ行こっかな何のつもりその刃物どこで手に入れたのなるほどフォークを削って作ったのか道りで数本足りないわけだ聞かないよ 君も知ってるだろ。僕はフェニックスだ刃物で刺されたところで再生するし死んでもまた蘇えるでも器用な人間がご主人様である僕に歯向かおうなんて少し驚いたよ無駄だって君がいくら抵抗しても僕には勝てないんだからおとなしく捕まった方が身のためだよ わから嫌だなほら少し落ち着きなどう落ち着くでしょう僕の炎には癒しの効果がある体温と同じ暖かさの炎に包まれて幸せだろ <laughs> 可愛かわいらしい顔をするねこの顔を見れるなら毎日抱きついてみようかな言葉では嫌がっても 体は正直みたいとその前に君お仕置きね何驚いた顔してるのご主人様に歯向かったんだから当然だろさ牢屋に行こうか二度と逆らえないようにしつけてあげるその水槽に入ってそのまま動かないで いい子だね。それじゃあ、その水槽いっぱいに水を入れるね。大丈夫。殺しはしないよ。うん。体全体が使ったね。息苦しそうだね。でも大丈夫。今から息苦しさも忘れるような刺激を与えてあげるから、覚悟してね。 君今すごく辛そうな顔してるその必死に描いてる姿すっごく可愛いいよそろそろ止めようかさて引き上げて次のお仕置きをしよう <laughs> よく耐えたね偉いよほら直してあげるすごいでしょさっきも言ったように この炎には癒しの効果があるんだだからもし壊れそうになっても何度でも治してあげる謝ってもお仕置きは続けるからね君が悪いんだよご主人様に歯向かった罰なんだからちゃんと受け入れないとさ立って今から君の作った刃物で君の体を切りつけるから怖くないよ 痛みは一瞬だからね我慢すれば耐えられるそれに大切な人間の奴隷を殺すような真似はしないから安心してじゃあ行くよねっうん <laughs> きれいな血だね吸血鬼たちにあげればきっと喜ぶだろうなと忘れてた早く治さなきゃ これでよしっとどうだった刺された感覚はそっかそりゃ痛いよね君普通の人間だしでもすっごく可愛かったよさてとお仕置きはもうこれくらいにしようかだって君の可愛いい姿を見ていたらだんだん我慢できなくなってきちゃったんだもん何が それは後でのお楽しみ散歩そんなのまた明日にでも行けばいいさそれより今は君との時間を優先したいんだダメかなありがとうそれじゃあベッド行こっか一生大切にするからね人間くん。